はい、えー、皆さんこんにちは、えー、写真家の諏訪と申します、えー、よろしくお願いいたします はい。で、えー、今日はですね、えー、こちらのフォトショップをメインに、えー、皆さんの方にお話をしたいと思いますが、まずちょっと事前にお願いなんですが、えー、写真の方の撮影は、えー、していただいて結構なんですけれど、まあ、あのご自身でメモ代わりに撮っていただく分には結構なんですが、えー、写真をネットとかに公開するのはちょっとご遠慮いただければと思います。えー、一応いろんな画面出てきますのでね、あのメモ等はあの撮っていただいて結構ですので、えー、公開の方だけご遠慮いただければと思います。メディアの方はもちろんね。 覗きますけれどね、はいでえー、今回、えー、短い時間ですけれどもいろいろと紹介していきたいと思いますでタイトルとして「ですねあの昔からの人も初めての人も」というふうなくく、えー、り方をさせていただいております。 で実際に今日、えー、皆さんにお越しいただいているあの方のですねスキルをあの、まあ、事前に知ってる方とか、えー、お伺いした中ではかなり幅広くてですね、えーまあ、職業でやられてる方もいらっしゃれば、えー、最近始めたばっかりですという初心者の方も、えー、今日はいらっしゃいますので、えーまあ、幅広くであのいろんなテクニックの細かいところに関してはあの Adobe 社の Web の方でもいろいろとチュートリアルとかありますのでそちらの方も参考にしていただくとして え要所要所ちょっとポイントとなりそうな部分というのをえ今日は僕の方からいくつか紹介していきたいと思います。ちょっと事前にあの僕の方からお伺いしてみたいなと思ってるんですが、最近ちょっとこういうフォトショップを触り始めたばっかりという方ちょっとあのいらっしゃったら手を挙げてみていただいてよろしいですか。あやはり結構いらっしゃいますね。はい。えー、ちなみにもう職業とかそういうので絡んでらっしゃるという方使ってらっしゃるという方手を挙げていただいてもよろしいですか。 はいありがとうございます結構いらっしゃいますねはいであのまああのたくさん使ってらっしゃる方にとってはもしかして今日僕がお話しする内容はすで、えー、にご存知の、えー、内容かもしれません、えー、逆にねあの一つでもあの新しい発見をしていただければと思いますまああのプロの方とかはあの帰りにねあのまあ、あの変な話は知ってたんだけどねって顔して帰っていただければと思いますはいで早速見ていきたいと思いますが。 はい初めにということでえまあ今ちょっとねしましたけども自分のオペレーションのレベルを知ってくださいというのがえ僕の方からお伝えしたいことの1つ目になります。というのは僕がフォトショップを触り始めたのはフォトショップのバージョンでというと自分で買ってちゃんと使い始めたのが2.5というバージョンでまあそれがまあそれ同じぐらいのえ時代なんですけれども。 それぐらいの時代から使ってきてますで、えー、かなりあれこれと自分で試行錯誤しながら えー、デジタルカメラの画像を作り上げていくで当時はデジタルカメラの画像画質もあまり良くなかったですからより良くするための、えー、画質をよく見せるためのテクニックとか、えー、そういったものを自分の中で培っていきましたで、あのー、どん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 、あのー、ですねいろいろとやってきたんですけれども、えー、僕ぐらいの古い頃からやってらっしゃった方もいらっしゃれば最近、ね、さっき手を挙げていただいたようにやり始めたという方もいらっしゃいます。 でどれぐらい使ってるかで実は習得の、えー、技術量というのは大きく変わってきましてじゃあ古くからやってる人が技術レベルが高いのかっていうと実はそんなことはなくてこれはもう僕がそうなんですけれど、えー、特にプロの方というのは。 一度自分のワークフローが固まってしまうともうそれでなんとかなってしまいますからなかなか新しししいいこととを勉強しようとしないんですねで僕もそれなりに自信があって、えー、こうやればいいんだというのを自分の中でスタイルとして持っていましたで、えー、皆さんの中にもプロの方の中にもですねあの自分のスタイルを持っていてこうすればいいんだっていうのも,もう出来上がってる方というのもいらっしゃると思います。ただソフトウェアの方フォトショップの方方はどんどんどん,どん進化ししてていまして 知らない間にどんどん新しい機能が増えていたりしますはいで一応いろんなリリースが出されてこんな機能が追加されましたなんていうのが出るんですけれどただなかなか全部追っかけて見ている時間もなかったりしますのでどうしても、えー、最近始めたばっかりという方の方が新しい機能に関してはよくご存知だったりするケースというのがありますはいで中でもですね、えー、このどういう機能を知っておけばいいのかというのをいくつか見ておきたいと思います でこれからまあいろんなレタッチのテクニックとかも紹介していくんですがちょっと確認事項として今日はアマチュアの方も多くいらっしゃいますで、えー、コンテストなんかにですねあの写真を応募しようという方もいらっしゃるかと思いますでコンテスト等によってはあのレタッチ禁止というふうになっているものがあります。 えまあ僕から言わせていただくと、えー、表現はもう自由で何をやったっていいじゃないかと思うんですが、えー、中にはそういうコンテストのようなものもありますので、えー、この辺の募集要項に関してはちょっとご注意をしてください。どこまで許されるかというのはもうはっきり言って主催者次第になりますので僕の方からここまでですよと言い切ることができませんので皆さんの方で応募の際にはしっかりと確認してみてください。あのー、まあ僕から言わせていただくと あの失敗をごまかすための処理というのは、えー、あんまりお勧めできないんですけれども表現を完成させるための処理であったりとかデジタルカメラのポテンシャルをフルに発揮させるためのテクニック処理というのもありますので、えー、そういったものとねちょっとこの辺は区別してちゃんと見てあげる必要があるんですが現状は一緒く体にされて、えー、何かちょっとでもいじったらもうだめですよと言われるケースもありますので、えー、ご注意ください。えー、それから これは特にプロの方などにね多く求められると思いますがドキュメンタリーであったりですとか証拠的な能力,あの能力を求められる場合にはレタッチがダメというふうになる場合が多くあります。特に最近はは賛否はあるんですけれども 報道写真の分野などでは、えー、最低限のトリミングとか以外はもう何、あのー、でしょう、えー、火の赤を強くするとか、えー、強調するような、えー、処理はダメですよとするような報道団体なんかも出てきておりますので、えー、この辺どこまで許されるかというのは、えー、ご自身の,、えーまああの仕事の中でもしくはコンテスト等の、ね、中で、えー、限界というのをちゃんと確認するようにしてみてください。はい でえー、これからお話しする前置きがちょっといろいろ長いですけれど、はい、必要な準備として見ておきたいのはまずモニターの環境を整えていただきたいということですね。 多くの方がモニターを見ながら作業を行っていきますがそのモニターの色が正しくなければ当然正しい調整というのができなくなってしまいますのでプロの方などでもうさやってきて結果とモニターの見え具合が頭の中でリンクしている方は多少ずれているモニターであっても ここううう見えててればこう出てくるというのが経験的に養われていると思うんですがそうでない特に初心者の方というのはもう画面を信じながらやっていくというのが基本だと思いますのでモニターーのキャリブレーションですねそれからプリント特にこれはアート作家などとしてやっていかれる方なんかはプリントが最終的な勝負になってきますのでそういう場合にはですね作業場の光源 えー、照明ですねこの色もモニターの色ととと合わせてててしっっかり管理するいいうことをやってあげてください、えーまあ、最近はデジタルの表現方法いろいろありますのでモニターで見せるという方はモニターをしっかり調整していただければいいと思うんですが、えー、フォトアートのマーケットの世界ではまだまだプリントがベースになっておりますので、えー、そういう世界で勝負される方は、えー、しっかりときれいにプリントが確認できるように、えー、照明もしっかり整えてあげてください。 はい、それから、えー、これはクイックカラーマッチといいましてこれはアドビ社とモニターメーカーの映像それから、えー、プリンターを作っているキャノンエプソン、えー、これらのメーカーがタッグを組みまして、えー、簡単に色合わせををするというシステムを最近発表しましまた、えー、もちろん映像のモニターとかですねキヤノンとかエプソンのプリンターそれからフォトショップを使うというのが前提になりますがこれら必要な機器を揃えてあげれば モニターで見えているものがそのままプリントで出てくるという状態になっておりますで現状はちょっと制約も一部ありましてまず Windows のみ対応になっておりますただ将来的には MacOS 版も出るというのをおっしゃってましたのでえー、まあ、ちょっと待ってれば出てくるんじゃないかなと思います それからプリンターがエプソンキャノンどちらにしても純正の紙3種類ずつに対応しておりますこれも今後用紙は増えるというアナウンスはありますけれども現状は3種類ずつになっておりますので、えー、まあ選べる選択肢としてはまだまだ広いとは言えないかもしれませんがかなり必要な機材だけ揃えてあげればモニターと出てくるものが一緒になっていきます。 でこれはですねアマチュアの方が特に写真で作品を作っていく場合にも便利ですしプロの方が色見本として印刷所に何かをプリントを渡すなんていう場合には 紙の種類に特にこだわりがなければ、えー、もうの用意されている種類の中から選んで、えー、単純にちゃんとした色が出せる紙として、えー、印刷所の方に渡すこともできますから、えーまあ、現状は Windows のみになりますけれども Windows 版の方はこちらクイックカラーマッチちょっと確認をしてみてください。はい、macOS 版の方も今後は対応してくると思いますのでね。 と、はい、ということで、えー、モニターとプリント、ね、そういったものの色が揃って見える環境をまず作るということ、えー、これは先ほども言いましたけども、えー、初心者とか、えー、そういった方ほど、えー、早く準備しちゃったほうがいいと思います慣れてる方ほどなんとかなっちゃうんですけれども、ね、初心者の方ほど早めに用意されたほうがいいと思います。それからク、えー、クリエイティブクラウドのフォトショップ えーまあ、現状はパッケージ版の販売は終了しましたけれどいま、えー、だにですねあの Photoshop CS の6とか、えー、場合によっては5とか4とかを使われている方もいらっしゃると思います。でまあ、これは Photoshop 共通のことですけどまずこの多機能高画質というのが挙げられると思います。 はい、それから低コストででで使用開始できるののがパッケージ版との違いです最近始めた方にとってはもうク,ライクリエイティブクラウドがベースになっておりますのでしかも、フォトショップと Lightroom が2つがパッケージになったフォトグラファー用のパッケージもありますのでねかなり安価に導入ができるようになってきました。 でクリエイティブクラウドのメリットは、えー、パッケージ版よりも速いペースで細かくアップデートが入ってどんどん新しい機能が追加されていくということですね。えーまあ、僕もどんどん勉強してる最中なので、えー、新しい機能に追いつくのに必死ですけれどもね、えー、場合によってはあの僕がいろんなところで教えてる写真教室とか大学の生徒さんのほうが僕より詳しい部分もあったりしてちょっと恥かくことはあるんですけれどもでどんどんやっぱり現在進行形で僕の本を勉強しております。 はいでまあ、あのパッケージ版が今、ありませんのでここはあまり気にしないかもしれませんが、えー、アップデートをちゃんと、ねえー、していけば、えー、パッケージ版よりもクリエイティブクラウドのほうがリーズナブルで使い続けることができますので、えーまあ、これからという方はもう、ね、クリエイティブクラウドになると思いますが、えー、ぜひ使ってみてください。はい、それからデデジタタルカメラのローデータに対応している しかも、えー、これはフォトショップは、ね、アドビ社のソフトウェアですからカメラメーカー関係ないですからいろんなメーカーのローデータに対応させることができるようになってましてさらに、後ほどちょっと触れますけれどもローデータに対してレンズプロファイルを使用したレンズの補正というのもできるようになっております。はい でこの辺はですねあのデジタルカメラメーカーの方にもいろんなソフトウェアというのが最初から標準でついてくると思うんですがこれメーカーカ格差って実は結構大きいんですねあの非常に高機能で優れた RAW 現像ソフトを標準で搭載しているメーカーもあればとりあえず使えますといったレベルのメーカーも正直あります、はい、でそういったメーカーの場合には特にフォトショップで現像してあげるとかなり高機能でいろんなことができるようになっております。 それからメーカー固有の機能に関してはメーカーのロー現像ソフトに頼ることになると思うんですがそういったメーカーであってもフォトショップでやっったたうががが調整幅が広かりりというメリットがあります同じ明るくする暗くするといったような単純な作業であってもフォトショップのカメラローで現像した方が調整幅が大きくてまあやりすぎると当然画質の粗が出てきてしまいますけれども。 調整幅が非常に広くて思った絵が作りやすいというケースもありますからこの辺はケケーーススバイケースでうまくく使いい分けててあげてくださいえまああの自社であのソフトウェアをカメラに添付していたメーカーも最近はあのフォトショップの方にシフトする考え方のメーカーも出てきておりますのでフォトショップのカメラローをしっかり使いこなしてあげればかなりいろんなメーカーを同じワークフローの中で作業していくことができますのでね非常にえ楽だと思います。 はい、ということで前置き長くなりましたけども、そのポイントを早速見ていきたいと思います。で、まずはこちらですね。raw で撮影し、カメラローで現像するというものです。はい、えー、まあ、あの今日いらっしゃってる方はね。ご存知の方も多いんじゃないかなと思いますが。が、えー、デジタルカメラの持っているポテンシャルをフルに発揮させてあげようとすれば、えー、当然ロー形式での撮影というのが有利になってきます。えろ、ー、ーは、えー、カメラの中で絵が完成せずに。 未完成の状態で持って帰ってきてで、パソコンで絵を完成させるで完成させる段階で明るくしたり、暗くしたりといった。いろんな調整ができるので、画質の劣化が起こらない。これがローで撮影してカメラローで現像するメリットになっております。でカメラローでの現像はもう非常に簡単でですねえ。photoshop の方で単純に。 え開くなどをやっていただいてですねえ何でもいいんですがえーローデータ、これ各社のローデータがこの中いろいろ入っていますけれどもえそううですねこの辺行ってみましょうかはいえ通常の JPEG とか TIFF ファイルを開くのと同じように通常通り選択していただければカメラローでこのように開くことができるようになっております。 でえー、今日は初心者の方もいらっしゃいますので、えー、細かい部分ちょっと見ておきたいと思いますが、えー、カメラで撮影する時の色空間 sRGB アドビ e RGB カメラの方にも設定があると思いますが、えー、ロー形式のデータの場合には現像するソフトウェアで設定してそれで完成形になります。でフォトショップではどこでやるかといいますとこちらの下ですね、えー、中央の下のところにありますここですね。 こここのところで行うんですけれどもはいワークフローオプションという画面が出てきますのでえこちらのカラースペースのところでえ色空間を指定する形になりますで現状ですねえークオリティを高くといえばえ Adobe RGB を使うのが一般的ですえカメラ標準では SRGB になってるかと思いますがより多くの色を使ってクオリティの高い絵を作れる Adobe RGB を選んであげる はい、これが注意事項1点目で次がその右側にあるビット数ですね色深度とも言いますがどれぐらいきめ細かく階調情報を持つことができるかというものなんですが JPEG などは8ビットが基本になっておりますがクオリティを高くということであればここはもう16ビットを標準で使うようにしてあげてください。よろしいですかね。 はい、これで16ビットで、えー、保存してあげるんですけれどもその次のポイントがこのスマートオブジェクトで開くというものです。 でこれはですねあの僕もちょっと前までそうだったんですけれども古くからやってる方ほどこれ使ってなかったりするんです最近勉強された方はあのもうこういうのがこういうものがあるというのを前提に勉強されていたりするので、えー、詳しかったりしますが僕のように古くからやってると、えー、まあ、あるのは分かってるんですけれどもなかなか普段のワークフローの中では使わないということがありましたでこのスマートオブジェクトっていうのがどういうものかというと、えー、要は 未完成のローデータであってもその未完成のまま裏でデータを残しておいて上に仮想状態の処理を重ねていくというものになりますですからいつでも元に戻すすすここととががででききて調整もやり直すことができますでさらには今見ていただいているこのカメラローの画面 カメラローは一回現像してフォトショップで開いたらもうそこで絵が完成するというのが従来の形式でしたけれどもこのスマートオブジェクトとして開いてあげますとこのカメラローにさえ戻ってきて現像をやり直すことができるようになります。 はい、ですので、えー、カメラローを使ってローデータを扱う場合にはスマートオブジェクトとして開くことをお勧めしますでなぜかといえばやはりなるべく画質を劣化させない非破壊の処理をなるべく行ってあげるというのが、えー、その目的なんですけれどもレタッチを繰り返していけばどうしても微妙に画質が劣化していきます。 でそれを繰り返せば繰り返すほどその度合いが深まっていってしまいますのでできるだけ落とさなくて済むように、えー、この細かい、ね、途中段階の処理の段階ではなるべく画質を壊さない状態で作業を進められるように行っていきますでその方法ですけれどもローデータこのカメラローで開く場合にはこのワークフローオプションの下のところですね。こここのととろにはいちょっと かなはい「フォトショップ」でスマートオブジェクトとして開くというチェックボックスがありますここにチェックを入れておいてあげればもうこのあと開かれるデータはスマートオブジェクトとして開かれるようになりますえですのでこちらにチェックを入れて開いてあげることで、はい、これで、えー、オブジェクトとして開く右下にありますこちらで、はい、画質劣化を途中で起こしにくい えまあ仮想の状態の処理を重ねていくことができるスマートオブジェクトになりますえこの右下にありますこのレイヤーのところのえーマークがこのスマートオブジェクトのアイコンになってますのでここで区別できるようになっていますけれどもこちらでえ使うようにしてあげてくださいでライトルーム使いお使いの方もいらっしゃるかと思いますがえまあ,あのちょっと一部え引き継ぎができない部分もありますけれども「ローデータ」右クリックなどをしていただいてえー はいえー、こちらのほうですねコレクションにではなくてあれどこ行ったちょっとお待ちくださいねはい他のツールで編集などのところでフォトショップ等にデータを渡すこともできますけれども通常のこちらで フォトショップ何々で編集というのではなくてこちらのフォトショップでスマートオブジェクトとして開くこちらを選んであげることでやはりスマートオブジェクトとしてデータを渡すことができるようになりますのでこちらのライトルームを使う方も最終的にフォトショップにデータを渡すのであればスマートオブジェクトとしてなるべく渡してあげた方がいいかと思います、は。い でこのあと細かい作業も見ていきますけれどもまずこのスマートオブジェクトとして開くというのが、えー、1点目になりますのでぜひ覚えておいてあげてください、はいでえーまあ、調整の方法なんですけれどもいろんなやり方がありますでもう一回ちょっと開き直しますけれどもあ失礼スマートオブジェクトなんで。 はいダブルクリックしていただければこれローのカメラローの画面にまた戻ることができますえ1回完成してしまうと戻れないはずの部分なんですがスマートオブジェクトの場合にはこのようにカメラローに戻ることができますでちょっと紛らわしくて申し訳ないあのね注意していただきたいんですがフィルターの中にもカメラローフィルターというのがありますがこれはあくまでもフィルターでして JPEG とかにもかけていったりもできるんですけれどもこのスマートオブジェクトでダブルク このレイヤーをダブルクリックして失礼レイヤーをダブルククリックしてもう一回呼び出すカメラローンの画面というのは,あれはいカメラローンの画面というのは本当にロー現像を全く最初からやり直せるしかも画質を落とさないという状態になりますのでえこちらをなるべく使うようにしてみてください。いでえ調整の順番というのが一応ね流れとしてあります。これれはよく言われているのが はいまず階調をコントロールしましょうと言われています。まあ階調と一言で言ってもいろんなものが含まれてきますが明るさであったりコントラストであったりハイライトコト、えー、ハイライトシャドウとかそういった個別のコントロール、えー、トーンカーブなんかを使ったものも階調のコントロールに入るとは思います。これはなぜかと言いますと最初から色がおかしいと言って色を調整し始めてしまう方がいらっしゃるんですがあの色が あのまともであっても露出明るさが暗いと色が濁って見えてきてしまうんですねですので正しい明るさ階調を引き出してあげると、えー、色が輝いて見えてきたりしますのでまずはしっかりと階調を整えてあげるということこれを基本にします。そそのの次ががれ、えー、れでも色色悪ければ色のコントロールという形になっていきます。で次がシャープネス えー、明るさもしっかりして色もはっきりしてくると輪郭がはっきり見えてくるようになりますので余計な強さのシャープネスをかける必要なくなりますので最後の方にシャープネスのコントロールをする、はい、これが今までの一般的な流れになりますがただこの。 カメラローの場合には何度でも試行錯誤し直していただくこともできますので特に今の順番にこだわらなくても画質的には問題がないんですがやはり人間目で見て作業を行いますからやはり最初はこの明るさですねこういった明るさとか露光量とかハイライトとかねこういった階調をコントロールするものを先に調節してそれから色の調整 もちろん先にホワイトバランスとかが間違ってたっていうのが分かってるのであれば先に調整していただいてもいいと思いますがえー先ににままず調調を節節ししててから色に関すするものを調節していきますでシャープネスに関してはなるべくできるだけ最後の方がいいと思いますがえこのカメラローの方で作業をしていく段階で実はもっと先にやっておきたい見ておきたいものというのがあります。それはこの アイコンが並んでいる中にこのレンズ構成みたいなアイコンありますねレンズ補正というのが出てきていますがここのレンズ補正を使ってあげますとレンズの設計段階で取り除けなかったいろいろな周差というものをここで除去することができますで、まず、えー、チェックボックスがありますがここに色周差の補正をチェック、えー、除去するチェックボックスがありますので チェックを入れてあげるだけで簡単にエッジの縁取るようなマゼンタやグリーン、シアンといったフリンジがですね消えてくれますのでとりあえずこれチェック入れてあげると簡単に消えてくれます。はいで何よりももう一つ見ておきたいのがその右側にあります、下にありますプロファイル補正をしようというチェックボックスです。これ何かと言いますとこのレンズだったらこういうふうに映るから こう補正すれば本来の写りになりますよといったものを自動でやってくれる機能になりますチェックを入れてみますと はい、ここに使用するカメラメーカーであったりとか使用レンズ、えー、そういったものがここにリストされて出て出きます、えー、もちろん全てが出てくるわけではないと思いますけれども主要なものというのはかなり広くサポートされておりますので、えー、使用している機材をここで選んであげることで、えー、一発できれいな絵というものを作ってくれます、えー、まあメーカーによってはですねあのいろいろなもっと深い部分の調整をしてくれるメーカーもありますけれども えこういった機能を搭載していないカメラメーカーのソフトというのもありますので、えー、こういった部分は積極的に使っていきたい部分だと思います。でさらにはまあ当然歪みとか周辺光量の補正とか個別に調整したいようであれば、えー、ここであの調整をしていくこともできます。で、はい、ですので、えー、特に歪みとか どううしてても、ね、あのレンズというのは歪みが出てきますで先ほど僕の前のこのセッションの方でですね土屋さんがその歪みを矯正する傾きなどを矯正するようなアップライトの,あの紹介をしていましたけれどもレンズの歪みというのはまたちょっと一種独特の歪み方をしますのでここはやはりプロファイルを使いながら直してもらった方がきれいに。 直せるかと思いますそれでもついた、ね、これでも除去できないといいますか取る角度によって,どう,してもどうしても生じてくるパースというのは、えー、いろんな機能を使って直していただければと思いますがまずここでベースとしてしっかりと、えー、このねレンズの周差を除いてあげるということをやってあげるといいと思います。はい、で、えーまあ、開いていくんですけれどもで先ほど見ていただいたこの順番ですがはい、えー、失礼。 もう一個ありますね、はい、この順番ですけれども、えー、これは従来のフォトレタッチソフトでの、えー、順番ということになりましてスマートオブジェクトを使ってあげれば何度でもやり直していくことができますから必ずしもこの順番の通りである必要はありません。ロー現像の時と同じように好きな順番から始めていただいていいいいただんですが はい、これも老元像と一緒ですがやはり目の錯覚とかもありますからなるべくこの順番でやっていただいた上でさらに シャープネスに関してですけれどもこれよく質問を受けるんですが最後の方にやった方がいいという情報はかなり広まっているんですが実は中には輪郭があの何でしょう処理に輪郭がついているような場合には最後にシャープ処理をしてしまうとその処理の部分にも境目にシャープネスがかかってしまって境目がはっきりしすぎてしまうというケースがありますので。 処理によってはこの先にシャープを処理を行ってから他の処理をするということもねやることがあるというのは覚えておいてください、はい、で今お話ししましたようにスマートオブジェクトでしたらやり直しが可能になりますので順番はこの通りじゃなくても大丈夫ですよというものそれから調整レイヤーという機能がありますこれれはは最近のものももではありませんけれども これも、えー、まあ言ってみれば仮想的にといいますか処理を階層として見せていくものになりますが、えー、どういうものかというと、はいえー、調整レイヤーこのレイヤーメニューのところから呼び出しますが、えー、この新規調整レイヤーのところでここでいろいろな処理が呼び出せるようになっておりましてここのレイヤーとしての処理例えばレベル補正なんていうのがあれば、えー、ここで OK しまして。 ここでレレベベルル補補正正を例えばかけてみます、えーまあ、レベル補正一般的によく行われるのは、えー、データが持っているこのヒストグラム、えー、このヒストグラムの端っここれが一番明度の高いポイントになりますからこの辺にこの右の白の三角形を持ってくると画面にハイライトができますしこの黒い方の三角形を このヒストグラムの始まる位置に持ってくれば、えー、この画面の中の一番一番暗いポイントを、えー、シャドウとして黒として扱うことができますので、えー、画面の中でのレンジというのをかなり広く見せることができるようになりますもう一回元に戻していますはい、こちらちょっと眠い感じのボヤーンとした画像がですね、えー、こういう感じにそれぞれの位置に合わせてあげるだけで引き締まってレンジを使い切るような絵にしてくれますまあ、これはもう昔からあるテクニックですから別に新しいものではありません でここで大事なのはこの右側のレイヤーのところを見ていただきますと、はい、レベル補正の今の調整のレイヤーというものが別途出来上がってこの下のベースになっている画像に対して処理が上にかぶさった状態になっております。はい、で調整レイヤーもこのように後からですね、えー、例えば 今ベースの方をクリックしましたけどもやっぱりもう一回レベル補正調整したいなと思えばこちらのレベル補正の調整レイヤーのところをクリックしていただければいつでもやり直すことができますそういう意味ではスマートトオブジェクトと非常に似てるんですねでどちらじゃなきゃいけないということはないと思うんですがまずどちらかでしかででしきないい作業というのもありますスマートオブジェクトの方でできる作業とかそれから調整レイヤーでないとできない作業というのも一部あったりします。 はい、で調整レイヤーのでしかできない作業というのは例えば部分的に何かを選択してマスクを作ったような場合ですねそのマスクをグループ化してその部分だけに処理をかけるというものをグループ化して持たせることができるというのがこの調整レイヤーのメリットと言ってもいいかもしれませんで逆に言えばそれ以外でできるものに関してはなるべくスマートオブジェクトを使ってやっていった方がいいかと思います。はいねで 次にちょっと見ておきたいのはフォトショップ非常に高機能で、えー、同じような処理がいろんなところにいろいろとあります。で僕も使っていてあれあの機能どこだっけなってメニューの中を探してしまうことが多くあるんですけれども例えば、はい、例えばシャープの処理、はい、シャープネス調整をするときの処理の方法ですがいろいろとあります。 フォトショップのメニューの中にあります、えー、単純なシャープ調整、まあ、これはフィルターを見ていただければ、はい、メニューの中のフィルターを見ていただければこうやっていろいろとあるのがお分かりいただけると思いますが一般的なシャープネス調整としてはこのシャープの標準と強と輪郭のみこれも古くからある機能ですね。はい ただあの、Photoshop、どんどん進化していますので名称は同じでも中身が進化して画質の低下というのがだいぶ減っている機能というのも、ね、ありますので、えー古,くえー、古くから使っている方でこの機能はちょっと画質を傷めやすいからもう使わないといって二度と使わ,使わなくなっている機能があったら改めてちょっとテストしてみてください。ね、これは古くから使っている方ほど、えー、もう一回使わなくなると本当に使わなくなってしまいますので最近のバージョンで同じ機能というのもぜひ ぜひ使ってみてみくださいシャープネスなんかもだいぶきめ細かくなるようになってたりしますんでねそれからこれも古くから使われますがアンシャープマスクはいこれは非常に多くのガイドブックなんかでも紹介されていてもうちょっとこだわったシャープ処理といったらこのアンシャープマスクを使うんだみたいなものが世の中の流れとしてできていましたただ現在のフォトショップではスマートシャープというものがあります。 はい、スマートシャープこれは同じメニューの中にありますこちらですね。アンシャープマスクが一番上にありますけども、ここにスマートシャープというのがあります。で、アンシャープマスクの画面ではこの両半径、色位置これらのバランスを調節して、えー、シャープネス調整を行っていきます。で、このスマートシャープを見ますと。 はい、量半径ノイズを低減といったような形で似たような項目があります。で考え方としては、ま量と半径のバランスの取り方は同じような形で考えていただいていいと思います。じゃあなぜわざわざこれを紹介しているかというと、えー、アンシャープマスクは強い処理をかけてしまうと、えー、だいぶあの写真の中のディテールを傷みあ傷めやすいんですね。で特に輪郭エッジの部分を傷めやすくなってまして、えー、非常に荒れたエッジのあの荒いエッジの 画像になってしまうことが多いんですでさらにもっと度を超えてしまうと黒く縁取ったような、えー、ラインができてしまうことがあるこれが、えー、まあアンシャンプーマスク特有のものなんですが、えー、そういったことが起きにくいというのがこのスマートシャープの、えー、特徴といってもいいと思います、はいで。わざとちょっと粗い画像を作って用意してありますので見てみたいと思いますが。 はい、わざと画像にですねノイズを乗せて、えー、非常にあの画質を荒く、えー、汚くしたものがあるんですが、その部分拡大の画像をちょっと見ていただこうと思います。はい、2枚の画像をちょっと並べて見てみますね。はい、失礼。 はいえー、こちら2枚の画像どちらもです、ね、非常にもともとノイズを乗せて作,作った絵ですから粗い絵なんですけれども、えー、どちらがより粗く見えるでしょうか。 同じ程度のシャープ処理をかけているんですが一見すると左側のアンシャープマスクの方がえエッジがしっかり見えるような形感じがするかもしれませんがよく見ていただくと葉っぱの部分のディテールとか岩肌のディテールの部分というのはだいぶもう荒くなりすぎてしまってえ損なってしまっているのに対して右側のスマートシャープの方が一見するとかかりが弱いように見えますがエッジ部分の こういった枝の部分なんかの立ち具合はしっかりしているんですが岩肌なんかのディテールというのは壊さずに処理ができていますそれから空の部分なんかも同じデータが元なんですけれどもスマートシャープの方がこの空のノイズの荒さというのが少なく済んでいるのがお分かりいただけると思いますはい、これはちょっと今日分かりやすいようにあのあらかじめノイズを強く載せた画像に対して処理をかけて比べてありますけれども 今時のデジタルカメラはまあよほど高感度で撮影しない限りはノイズがかなり少なくなってきていますのであんまり神経質にならなくてもよくなってはいるんですがあの巨大なサイズのポスターを仕事で作られる方それから作品であっても大きなサイズのプリントをされる方などはこの辺シビアな問題になってきますのでぜひ細かくですね比べながら最適な方を選んでいってあげてください。いそれからいとあります えまあシャープツールまああの部分的にシャープをつけていくようなシャープツールというのも現在はありますしえあとねこれもよく昔からあの紹介してすることが多かったんですが LAB というねカラーモードを使いましてえ明度のチャンネルにだけシャープ効果をかけるこういうテクニックもよく紹介しておりましたえどういうものかといいますとはいえ何でもいいんですが、えー ち、はい、ちょっと一回そのままま開いちゃいゃすね、はいえーはい、今スマートオブジェクトとしてデータを開きましたけれども、えー、このイメージメニューの中のモードのところでこのカラーモードというのをいろいろ変更できるようになっておりますが通常デジタルカメラで撮影した画像を扱っていく場合の基本は RGB 光の三原色の RGB をベースにしたカラーモードになっています。 で、ええー、ごの、あのプロの方はね、あのよく見られると思いますが、印刷の場合には c m i k がベースだったりしますが、こちら LAB の、えー、モードにしますと、えー、色の軸、まあ二軸ありますけれども、それと明度、明るさの軸というのを分けて、えー、色が作られていきます。で、このはい LAB モードを選択しますと、ここで一つちょっと注意があるんですが、ここに出てきておりますけれども。 このままですとスマートオブジェクトとして使うことができなくてララスタライズが必要ににななりまますすよというものになってますどういうことかというとこれでラスタライズというのをクリックしますともうこの時点でスマートオブジェクトではなくなってしまいます。 はい、ですので昔はこの方法というのはよく推奨されるケースがあったんですがスマートオブジェクトが多用されるようになってからは、えー、あまりこちら使わなくなりましたもしこれ使うのであればもう、あのー、一通りの作業がほとんど終わってから、えー、ラスタライズしてもうスマートオブジェクトでなくなっても構わないという状態になってから、えー、やってみていただければ、えー、行うことはできるかと思いますで画面上はこれ、えー、ラスタライズしてみても大きな変化ありませんけれどもこの右側、あのー このタブのところでチャンネルを見ていただきますと LAB 全部が表示されているものと LAB のチャンネル3つに分かれておりましてこの L のチャンネルがメイドのチャンネルに相当しましてここはもうはっきり言ってモノクロのデータの状態になっておりまして。 ここにシャープ処理を施していきますと色にはシャープをかけないで明度輝度にだけシャープをかけていくということができますのであまりちょっとギトギトしすぎないシャープというのがシャープネスというのが得られるということで古くからよく使われてきましたただ今もお話ししましたようにスマートオブジェクトというのをそこでやめなくちゃいけなくなりますので最近はあまり使わなくなったということが挙げられます。 で何が言いたいかと言いますとシャープ調整だけでもこれだけいろんな種類ができて出ておりますので、えー、ぜひですねいろいろ試してみていただいて自分にとって一番失礼自分にとって、えー、一番、ね、大事なもの、えー、画質であったりエッジであったり、えー、グラデーションであったりそういった自分,がと自分にとって一番大事な部分というのが傷、えー、まないような調整というのをぜひ心がけてあげてください。 よろしいですかね、はいでえー、時間に限りもありますのでちょっといろいろと機能も紹介していきたいと思いますが、えー、最近、えーまあ、カメラのほうでできる機種もありますが HDR ハイダイナミックレンジの、えー、写真ですね。 えー、ワンショットでなかなか難しいシーンであっても、いくつかのカットで明るいくらいのカットを取っておいて、後で合成してあげるあげれば、えー、階調豊かな絵を作ることができるというのがこの HDR です。で、Photoshop の機能としても HDR というものがありますが、えー、Photoshop の、えー、画面の方から。 はい、こちらのメニューの方にある HDR を使うのではなくてローの段階から HDR を使ってあげるということが現在カメラローのほうでできるようになっていますちょっと見ていきたいと思いますが、はいえー、ここにです、ね、3枚の画像がありますので開いてみたいと思いますが、はい、こういう写真が今開かれましたで左側を見ていただければ開いている3枚の画像というのが確認いただけると思います。で それぞれクリックしてみますと、はいえー、ヒストグラムの位置右側ですねここの部分ちょっと見ていただければと思いますがこちらは暗めに撮ってありますので右側入りきってくれております白飛びが起こっていない状態で撮れております。で下のカットは はい、かなり明るめに撮っておりますので右側はほぼ会長を失っているもしくは、えー、白飛びが完全に起こっていなかったとしてもかなり会長が圧縮されてしまっていて細かいディテールの表現ができなくなっている画像なんですがその代わり、シャドウ側に関してはかなり余裕を持って会長表現ができていてシャドウ部の再現性、えー、ちょっとこれスクリーンでは、ね、あの潰れたように見えるかもしれませんがしっかりと会長情報を持たせることができるようになっています。それから 中間的な明るさで撮ったものこれら3枚をですねこちらで,で右クリックして HDR に統合これでローレベルでの HDR というのができるようになります。 えー、僕なんかも昔そうだったんですがこれ知らなくてですねいちいち TIFF の16ビットのデータなんかに変換したものを Photoshop の,あの調整機能の方で HDR をかけていたんですが、えー、そうするとやり直しが効かないんですねでローレベルでこの HDR ができると、はい、今ちょっとやってますけれども、はい、プレビューを合成していてあれ はい、HDR 今ねあのローレベルでやってますがこれ終わりますとスマートオブジェクトとして出来上がったローデータを開くことができますからやはり何度もやり直すことができるタイプのローデータとしてデータとして作業を行っていくことができますのでベースをローで取ってあるんであれば はい終わりましたねこれであのプレビューが今出来上がりましたのでこれで統合をクリックしてあげれば、えー、実際に出来上がりますで、えー、保存をするんですがはいこれで、えー、ローデータのまま、えー、3枚が合成された状態になりますただご注意いただきたいのはちょっとここを見ていただきますと、はい、拡張紙見ていただきますとドット DNG という形式になっております これご存知の方も多いかもしれませんデジタルネガという形式のものでアドビ社が開発した言ってみればロー形式のデータになりますですからこれローの状態を保ったままこの 形式としては DNG という種類に変わりますけれども RAW とという形式のままま保存すすることができます実際にこの3枚合成した状態 HDR で3枚合成したこの DNG データを見ますと3枚分の容量になってますのでちゃんと RAW データとして中にクオリティの高い絵を持たせることができますですのであのこういった DNG がね選べる場合には DNG で保存してあげてもいいと思います。 カメラメーカーによってはもうカメラでメニューで選ぶローの保存形式がそもそも DNG になっているメーカーなんていうのもあったりするぐらいですから安心してこの DNG もね使ってみていただければと思います、はい。これでオブジェクトとして開いていただければやはり画質を傷めずにいろんな調整を行っていくことができるようになっております。 はい、ちょっと今3枚重ねているローデータですからね、えー、しかもこれ5あの5000 5万画素を超えるデータであの撮っていますんでねちょっと重たいデータになっていますけれど、はい、でこうやって、えー、3枚を合成することによって白飛びがどこにもない状態ですねこの辺の瓦とかのハイライトの反射に近いようなところであっても白飛びがなくまた逆にこういったシャドー部であってもちゃんと質感を保った状態のデータにすることができております。 はい、ですのでこのねローデータでできることはなるべくローの段階でやってあげるカメラローをしっかり使いこなしてあげるっていうのも重要だと思ってください。で何度も繰り返しになりますけどもスマートオブジェクトでの作業にしておいてあげれば何度でもここの部分というのは失礼、はい、何度でもこの絵をね細かく作り上げていく部分に関してはできますのでぜひこのねスマートオブジェクトの方を使ってみてくださいはい。 でえー、次なんですけれどもこれもちょっと時間の許す限り見ておきたいと思いますが失礼こちらですね覆、はい、えー、大焼き、焼き込みこれはあの作品などを作る場合にはよく行われることなんですけれども、えー、従来は実際の画像データをそのまま調整して明るくしたり暗くしたりなんてことをやってましたので、えー、画質を傷めるケースというのが出てきていました。 でやり直し何段階も戻りたいまあ、してや覆焼きとか焼き込みとかをする前に戻りたいという時には、まあ、ヒストリーを使えばある程度戻れるんですけれども、えー、途中段階、ね、いろいろ戻してまた間の機能に戻したいとか順番を適当に入れ替えたい時なんかには、えー、これまでのような直接あの処理を施すすこととは、えー、ちょっっ不便になってきますで方法はいくつかあるんですけれどもまずですねレイヤーとして覆焼き焼き込みの えー、モードににしてあげるというのも1つになります描画モードこちら、えー、焼き込みでこれで暗くするというあのレイヤーが出来上がりますしそれから、えー、覆い焼きというも、ねえー、ものもありますでこれらはですね例えば焼き込み例えばリニアなどを選んであげますとここにレイヤーが1個透明なものが出来上がりますのでここで黒などで塗ってあげれば。 はい、ちょっと空だけあからさまにちょっと濃くなりすぎ失礼しましたはいここ100%になったんでよもっとここの不透明度を下げないためですね、はい、ちょっと今日は強めに分かりやすくしておきますがこういう感じに空だけ今ちょっと暗くしてみました、はい、ちょっとわざとムラができるようにここにもう一回クリック入れてみましたけどこれはこの レイヤーの中に、えー、含まれているものでここのレイヤーだけ出したり消したりということができるようになっていますでレイヤーでやる場合には大焼きと焼き込みというのをそれぞれ別々のレイヤーとして作って個別に見せていくこともできますそれからもう一つの方法は新規レイヤーでこちらの方でですね、えー オーバーレイをまた選んでいただいてここに焼き込んだりしていきますこちらはブラシで、えー、色を塗っていくのではなくて通常通り大焼き焼き込みツールを使っていきますと同じように、えー、不透明度を持ってあげなきゃだめかなあ失礼グレーに塗らなかったかな失礼しましたちょっと失敗ですよいしょ新規レイヤーでオーバーレイでグレーに塗りつぶしてあげます はい、でこの状態で、はい、これでもやることができますこちらの方は大い焼きと焼き込みを1枚のレイヤーにや、えー、施してやっていくことができるようになってますので、えー、こういった、ね、大い焼きとか焼き込み、えー、しかも何度も重ねていくケースというのがあると思いますので、えー、こういったね機能も是非使ってみてください。 はいで最後になんですけれどもあの僕の方からぜひメッセージとして、えー、紹介しておきたいのは自由度の高いレタッチを行うためには会長情報を取るときにしっかり持たせておくということですね。取るときにヒストグラムを見ていただいてこの幅をうまく使い切って実際の見た目の明るさなんかどうでもいいですからとにかく会長情報をしっかり持たせて取っておく。 慣れてきた方は RGB 波長に分けたそれぞれのチャンネルのグラフもしっかりと見てこのあとかなりいじっても大丈夫なデータかというのをしっかり取るときにグラフを見て確認してください。はい、それからもう一個 レタッチ法に正解はないということですね、えー、今日いらっしゃってるプロの方も皆さんそれぞれのスタイルがあると思いますがいろんなやり方がありますで、僕が紹介した方法も正解というわけではありません、えー、目的をしっかりと持っていただければルートは実際様々ですで登っていったはいいけど途中で切れてしまっている道もあれば非常に険しい 道になるケースもあったりかと思えば道をよく知っていればなだらかなルートで目的までたどり着けるということもあると思います、はい、ですのでとにかくです、ね、いろんなことをやってみていただいてなるべく画質を落とさずに効率よく作業を行うそのためには当然たくさん触っていただかなくちゃいけないんですけれども今日の一番のポイントといってもよかったのはスマートオブジェクトの段階でスマートオブジェクトをしっかり使っていただいてなるべく画質を傷めない。 ロスレスの処理非破壊の処理というのを心がけるということをぜひやってみていただければと思いますご清聴ありがとうございました